ペネロープ・バジューは、フランスのバンド・でシネ作家、イラストレーター。現代に暮らす、等身大の女性の生き方を、カラフルな色彩とユーモラスな画風で描いた作品で知られる。新聞や雑誌への寄稿をはじめ、各種の広告プロジェクトへの参加、女性肌着コレクションのデザインに携わるなど、漫画以外の方面でも活躍しており、本国では社会に影響力のある女性100人に、 選出されるなど、オピニオンリーダー的な存在となっている。パリ国立高等装飾美術学校、ロンドンの芸術大学セントラルセント・マーチンズ校を卒業後、自身の生活を題材にしたユーモラスな漫画を載せたブログが大ヒットを記録。2008年に、私の人生、なんて魅力的なのかしらとして書籍化されベストセラーとなる。2008年から2009年にかけて、 女性誌、フェマナにて恋に恵まれない OL 女性の日常をポップに描いたジョゼフィーヌを連載、本格的にバンドデシネ作家としての活動を始める。2011年に優雅なゴーストでアングレーム国際漫画祭の SNCF 賞を受賞。2013年には同漫画祭にて展覧会を開催するとともにフランス文化賞より 芸術文化勲章シュバリエを受賞。同年2月には日本版ブログも開設されている。2016年には空白のページの日本語版であるエロイーズ本島の私を探してが第19回文化庁メディア芸術祭の漫画部門において審査委員会推薦作品に選ばれている。突起がない限りは10名義日本語版以外の署名は現代の直訳。 ありがとうございます。